はい、えー、そろそろですね、えー、会議開始前の開始の時間となりましたけれども,も皆さん、準備のほうよろしいでしょうか、えー、それではですね、えー、今より、えー、緑の食料システム法に関する九州ブロック説明会を開始いたします、えー、本日はですね、えー、ご対応のところ参加いただきましてありがとうございます。 私は会議の司会を務めさせていただきます九州農政局企画調整室の金子と申しますどうぞよろしくお願いいたします本日はですね2時半から4時半まで約2時間をですね予定しておりますけども皆様におかれましては議事運営の協力よろしくお願いいたします会議をです、ね、開始する前に3点ほど私のほうからお願いがございますまず1点目です 本日の説明会なんですけども録音・録画をさせていただきたいと思います後ほどですね農林水産省のホームページでの配信または広報資料としてですね活用したいと思っておりますので皆様のご理解をよろしくお願いいたします2点目です参加されている皆様におかれましてはそれぞれのパソコンのです、ね、カメラの設定はオフにそしてマイクはミュートになっていることをご確認ください3点目です 資料についてはですね、一括説明をしまして、その後質疑に入りたいと思います。質問の内容についてはですね、基本的にはチャットでお受けしようと考えておりますけども、農林水産本省の方からですね、説明、資料中であっても、チャットでの質問は受け付けますので、よろしくお願いしたいと思います私からのお願い事3点です。 次にですね、今日う使います資料なんですけども、資料はですね事前にお示ししているとおり、資料1から3となっておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、会議を始めるにあたりまして、農林水産省の井山審議官より挨拶をいただきたいと思います審議官よろししくお願いいたします。 はいえー、皆さんこんにちは、えー、大変お世話になっております、えー、農林水産省のえ審議官しております山と申しますえー、今日は金曜日えー、さらにあのここ連日ですねえー、大雨があの非常に続いておりましてえー、全国的にですねあの非常にちょっと心配される状況ではございますがえー、そういう中でですねお時間いただきましてありがとうございますえー、座ってご挨拶をさせていただきたいと思います。 はい。で、あの、本日のですね、この緑の食料システム戦略ということでございます。え昨年の、えー、まあ、令和3年5月に策定をいたしました。えそれで、まあ、あの、私もですね、実はあの、策定からずっと関わってきた、あの、身なんですけれども、えそういう中でですね、えこの緑戦略、もともとまあ、環境化軽減というのが、まあ、大きな、あの、主題ということなんですが、まさにまあ、この地球環境の問題ですね、えこう我々、まさにまあ、日本人が、 あの日々感じている以上にですね実はこの国際的には大きな転機といいますか、まあ、チャンスこういうふうに受け止められているのではないかというふうに私自身肌身で感じておりますでやはりまあ,あのそういう意味でですねこういう地球温暖化ですとか生物多様性といったテーマですねこういうものが今まさに世界のですねまさに首脳レベルが集まる会議でですねまさにメインのトピックになる、まあ、そういう時代でありますし それから、まあそういうものに対しての対応というものもですね、その国のまさに評判をこう左右するといいますか、非常にこう大きくですね、こう世の中も変わってきたなというふうに感じております。でそういう中でですね、今、まさに農林水産省、えー、様々な政策を行っておりますが、ちょっと話題外れますけれども、まあ、あのこの4月ですね、実は中学3年生の,まああのお子さんの全国学力調査、こういったものが行われたんですが、 こう、農林水産省が推進しております、スマート農業とかですね、そういうものが出題されておりまして、で、まあ、あの、全国の中学3年生、96%、103万人の学生さんが、こういうスマート農業という問題を解いたりですね、そういうものが出るような世の中になってきております。それからさらに SDGs ですね、こういった言葉も、もう今、子どもさん、普通にもう、あの、ご存知ですし、で、こういう環境とかですね、そういうあの、ものが、 やはり将来的にですね、そういうものを知った子供たちが大きくなって、まあ、消費をリードする、えー、そういう時代になっていくのかなというふうに思っております。でさらにということで、えー、まさに、あの、まあ、今までですね、我々のこう食生活を振り返ってみますと、こう商品をですね、お店で店頭で出るときに、取るときに、やはりこう見た目ですとか、美味しいとかですね、それから、こう、まあ、あの形が揃っているとか、そういう見方はいろいろありますけれども、 まあこれからまさにですね、どういう作られ方をしているのか、特に環境にこう優しいこう生産方法であるのかとかですね。あるいはまああの特に日本というよりは海外のこう輸入原材料の時にこう人権にこう配慮されて作られてきているのかとかですね。そういうものがあのこれからですね、大きくなってくるのか。ないしはビジネスの世界も単純に儲かってますということだけではなくてですね、やはりそういうあの環境の配慮、 こういうものをしていかないとですね、なかなか評価されない時代になっていくのかなというふうに考えております。で、そういう意味で、この日本の農業ですね、まさにあのいいものを、おいしいものをですね、えー、たくさん作る、こういう政策をずやってきておりますけれども、一方で、まあ、実際にはそういう化学肥料ですとか、化学農薬、それからまあいいものを作ろう、あったかいこう環境を作ろうということで、例えば施設とか、機械、こういったものを作るのに、使うのにですね、化石燃料、 こういうものをまた作って、使っているというのも事実であると思います。で、こういうものが、まさに地球環境、地球温暖化ですとか、あるいはそういう、あの、まあ、資材の使用がですね、生物多様性、環境に影響を及ぼすという側面もあろうかと思いますし、それから、まあ、輸送、放送ですねえ。こういったところでは、まあ、あの、化石燃料を使った、まあ、石油から作った、まあ、ビニールとかプラスチック、こういったものが普通に使われて、また、こう、ゴミになったらですね、えー、まあ、 プラスチックの問題ですとか、それから野生動物が食べちゃうとかですね、そういった部分での課題というのも、まあ、今になって出てきているということだと思います。それから昨今、このロシア、ウクライナの問題、あの非常に大きくなってきておりまして、で、まあ、後でまたご説明ありますが、あの、こうした、あの、化石燃料とか、それから肥料の原料ですね、こういった化学肥料の原料もほとんどが輸入に頼っているという状況でございまして、まあ、実際にまあ、 価格も上がっていいいるとううような状況でございますそういう意味ではまさに、まあ、あの食料システムですねこういったものの持続性があのまさに食料安全保障という観点も含めて我々今問われているという状況にあると考えておりましてで実際にはそういう欧米です,ですとかですね特に EU アメリカ、まあ、こういった他の国々もですけれどもまさにその地球温暖化ですとか 生物多様性、そういうものを取り上げて、外交のですね、一つの,こう、まあ、あの切り口、ないしは、まあ、あのビジネスと,ということで、まあ、自らこう相対的にですね、有利にしていこうという戦略を打ち出して、まあ、例えば取引するですね、他の国にも同じルールを求めるとか、そういう時代になってきているということです。まさに国際的なルールメイキングが行われているということだと思います。でそうした中で、私どもこう日本、 どうしていくかということだと思いますが、あの、我々としては、この欧米のですね、まさに泥涼、えー、乾燥な気候の下で、効率的に大規模にある農業、そういったものとはやはり違うんじゃないかと。やはり日本、それから、まあ、アジアモンスーン、まさに今日も暑いですけれども、えー、夏、暑くて雨が降る、高温多湿なですね、アジアモンスーン地域、えー、それからまあ、農業も稲作が、まあ、かなり共通でありますし、 え、小規模の農業構想、こういったところも共通点ありますけれども、まあこういったところでですね、我々としては、外交的な側面も考慮しながらですね、こう前向きに取り組んでいきたいというふうに考えております。でそうした実は考え方のもとで作っているのが、この緑と食料システム戦略というものでございます。でこれを作る上で、えー、まあ実際に22回ですね、現場の生産者の皆様、 それから、あの、全中全農農林中勤様、こういった皆様、それから事業者、有機の方、農薬肥料メーカー、こういったところとも意見交換をさせていただいて作った戦略でございます。で、大きなポイントとしては、あの、一つは、やはりこの食料システムということでありまして、こう、環境負荷軽減も生産現場だけでこう取り組むんではなくて、例えば、資材やエネルギーの調達、 あるいは生産からその川下といいますか、加工、流通、消費、そういったところの関係者が全体でですね、取り組んでいくというのが一つでありまして、でもう一つは、やはりそういう環境負荷軽減というのは、あの新しい技術開発をですね、込みにしていかないとなかなか難しいというところも正直ありますので、将来に向けてイノベーションを起こしていくというところも含めてやっているということでございます。 でどうしてもその有機農業にですね、関心がこう当たりがちなところがありますけれども、あの戦略そのものは、化学肥料、化学農薬、こういったものの低減ですとか、林業、水産業、そういったものを含めて、全体で14の目標から構成されておりまして、やはりまあそういう意味では、こう観光的なものをですね、少し変えてみるという意味では、こう農薬肥料の削減、低減、こういったところから始めるというところも非常に大事だと。 いうふうふに考えておりますでこの緑戦略では将来的なですね農業の姿ということでやはりこれから人口が減少していくそれからあの生産現場の人もですね、まあ、あの正直言いまして減っていくという状況が見通されておりますがそういう中でやはり農業の現場のですね働き方改革これを進めていく必要が非常に大事じゃないかというふうに考えてございますでそういう意味ではこの大変な作業とかですね あるいは現場にいなきゃいけない。そういったところから少し状況を変えてですね、働き方改革をして、農業をしてみたいという多様な支えての方を増やしていくということとともに、エネルギー、肥料、そういったものの輸入依存から脱却して、環境負荷を軽減する持続的な産業構想、こういったものを作っていきたいと考えております。そういう意味では少し新しい切り口のものもですね、たくさんございますので、 まあこうした取り組み、まあ、世代、地域を問わずですね、意欲的に取り組まれる生産者、あるいは機械、資材、加工技術、こういった関連産業の皆様に開かれたチャンスであるというふうに考えております。で、まあ、農林水産省だけではなくて、今まさに岸田総理のもとで進めていただいている新しい資本主義ですとか、そういう政府全体の方針にも、この緑戦略は反映されておりまして、政府全体で進めていくと。 という状況でございます。で、まあ、あの昨年5月にこの戦略作ってから、この1年余りですね、まさに施策を具体化するということに、まあ、あの全力を挙げてまいりました。で具体的には、あのまあ、例えば3年度の補正、4年度の当初予算で、緑戦略の交付金という形で地域の意欲的な取り組みを後押しする33億円の予算を確保しまして、 今、執行に移っております。それから、あの、まあ、現場でですね、特に、農政局のブロックごとございます、あの、農水省のブロックごとございます、地方農政局、それから、まあ、研究機関の農研機構、こういった機関による地域のサポート体制というのを作ってですね、今進めているということであります。それから、消費者の皆様に、やはりこの環境負荷低減というものが評価いただけるように、この環境負荷の見える化、 こういった取り組みも進めているということでございます。さらにといいますか、あの、こういうあの取り組みは、やはり現場でですね、え、息長く進めていただくことが大事だと、また安心していただける状況を作るということでありまして、そのために、今回、この緑の食料システム法という法律を作りました。え、今通常国会で、え、与野党、全会一致で可決、成立をしていただいて、 この7月1日から、えー、施行されているということであります。まあ、この法律ができることによって、法律に基づく行政的な支援というのが、まさに息長くできるということになったということでございます。ちょっと長くなりましたが、あの、本日は、この緑の食料システム法のですね、運用を中心に、特にまあ環境負荷軽減の取り組みを促すということでの、都道府県による基本計画の策定、 それから事業者による基盤確立事業計画の策定、こういったものを中心にご説明したいと考えております。この計画の策定によってですね、法律に位置づけられている税制の特例ですとか、様々な支援措置が初めて実行可能になるということでございますので、農林水産省としては、この事務負担の軽減に努めながら進めてまいりたいというふうに考えております。 最後になりますが、この緑戦略あの実行初年度ということで、地域のですね、やはりあの今ある点滴な点の,点の取り組みをですね、やはり線に,線にしていく、それから面にしていく、そういうことをですね、やはりいかに進めていくかということが一番大事であると考えておりまして、そのためにはですね、今、日あのオンラインも含めてご参加されておられます、特に、まあ、あの都道府県、市町村、JA、事業者、 消費者の皆様、こういったあの関係の皆様のご協力と相互連携、こういったものが不可欠であるというふうに考えております。で、まあ、あの様々ちょっと申し上げてまいりましたが、まさに様々こう危機的な状況というお話もありますが、まさに今で,ですね、こういった取り組みをやっていくことがチャンスになるという認識を持ちまして、私どもとしては地域の実情、それから取り組み状況、そういったものを踏まえながら、 意欲的な取り組みを幅広く後押ししてまいりたいと考えておりますので今後ともよろしくお願いいたします以上でございますはいありがとうございましたそれではですね議事に沿って進めていきたいと思います次にですね三、緑の食料システム法と基本方針についてですねご説明いただきたいと思います えの本省のですね環境バイオマス政策課の担当の方からですねご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ええー、皆様こんにちは。あの顔があのちっちゃくしか見えないのであの恐縮でございます。私はあの大臣官房緑の食糧システム戦略グループで持続的食糧システム調整官という担当しております。あの斉がと申します。今日はあの長丁場なな,ながらあのできるだけわかりやすく あのまあ、今日うはあの幅広い関係者の皆様いらっしゃるんですけれどもそれぞれのお立場でこれから取り組んでいただきたいことっていうのをかいつまんでご紹介したいと思います、まあ、1時間ぐらいあのお付き合いいただいてですねできるだけ長くあの意見交換の時間を取りたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますそれでは座ってあのご説明さしあげます資料はあのえー、っ お手元にファイルで届いているかと思うんですけれども、あのこれからちょっと画面共有もさせていただきながら、あのご紹介させてげたいと思います。主に使えますのは、あの資料1のですね、はい、こちらですね、えー、緑の食料システム戦略の実現に向けてということで、画面は見えておることかと思います。 4ページまであの進んでいただければと思います。はい。あの先ほどあの岩間からですねあの冒頭のご挨拶の中にもありましたのであのこのあたりはあの背景事情としてあの簡単にご紹介差し上げたいと思います。今日たまたまあの東京少し涼しいんですけれどもあの。 実は今週月曜日に熊本にお邪魔してですね、リアルの説明会、岩間は私、あの両名であのさせていただきました。まあ、その時もそうだったんですけども、とにかく東京も熊本も暑いと、で水曜日、鹿児島だったんですけど、鹿児島も暑かったです。あの皆さん、肌感覚として、やっぱり暑い日が増えたなというふうにお感じのことだろうと思います。 まあその暑いだけではいいんですけどあの下にございますように、まあ、水筒やリンゴにはこれだけに限らないですけどもその暑いあのことによってです、ね、高温障害というものが生じているという状況にございますまたあの今はもう北陸で,です、ね、東北も含めてですけれどもあのたくさん雨が降るようになってきています、まあ、それも短時間に大量の雨が降るというあの頻度があの増えていると。 いうことで、これによってですねあのもちろんその人の生活もさることながらあの農業農産物およびその農産物を作るその施設やその田んぼ畑にもですね大きな用水も含めてですけども大きな被害が出ているという状況にございます次お願いします。はい。で、でこちらですね、あのそののそえっと気候変動の大きな要因 と言われております。温室効果ガスの排出状況ということで整理してございます。えっと実は真ん中のですね。ちっちゃい円グラフがあの日本の総排出量でありまして、緑色の部分およそ4%強が農林水産分野の排出量であります。右側に大きくあの広げてあります。けれども、まだいたい。あの4割近くをですね。燃料消費が使命。 またあの稲作やあの家畜のゲップからあのなどに代表されるあのメタンですねで。メタンが結構大きく出てるのはですね、あの要は、えっと、温暖化係数っていわれる CO2 と比べてです、ね、25倍悪さをしているというような、あの、えっとは一酸化窒素も含めてですけれども、係数かけるとこれだけ大きな割合になったりします。まあ、でもそれだそ、そうは言っても4%でしょうと。 というふうにご覧になられるかもしれませんけど他方で左側の円グラフを見ていただきますとあの全世界の温室効果ガスの排出量を見ますと世界的には4分の1が農林業から出てるということであのじゃあ世界的にこの温室効果ガスを減らすために何かしなきゃいけないってなった時にまず皆さん目をつけるのが農林業だっていうふうにお考えになっていただければ。 あの世界のの動きっていうのがです、ね、あの捉えやすくななるかなと思います逆に言うとあの日本はちっちゃいからいいでしょうじゃなくてこの農林業の世界で、まあ、あの漁業も含めてですけどもあの温室効果ガスを排出を減らすあの取り組みをですねあのその技術開発も含めて進めればあの世界にこういち早くですね先駆けて あの市場を取ったりルールメイキングにあの貢献できたりというようなことが考えられるということでこれは大きなチャンスでもあると思っております次お願いしますはいあのこちらの先ほどあの冒頭のご挨拶の中でもありましたけれども世界的にも今あの農業分野でのですね環境政策というものにあの非常にこうあの まあ、ハイレベルのコミットメントが出ているということで、EU と米国の動きをご紹介しておりますけれども、こちらの、の、えっと、日本の動きとも合わせてです、ね、切り口としてというか、視点として、ですね大きく3つあるかと思っています。まず、1つは、あのこの字面を見ていただいても分かるようにです、ね、あの持続可能な、あの持続可能性をです、ね、追求するという点であります。 もう一つがその生産段階だけじゃなくてその食料システムつまり調あの資材の調達から生産その農産物の流通あとは消費までっていうような食料システムっていう捉え方をしているとそういうあのアプローチをしているということあとはあの従来の延長線上でこの高い目標が達成できるわけではないのでそこにはイノベーションが不可欠だというような 考え方この大きな3つはですねあの日本のその先後ほどご紹介する緑の食糧システム戦略とも共通するところだと思っております次お願いしますはいあの持続可能な食糧システム先ほど申し上げたやつの,あのキーワードの2つが盛り込まれてますけども国際的には昨年の9月にですね初めあの史上初めて 食料システムにこうフィーチャーしたサミットが開催されたということであのこちらもあのエポックメイキングなあの話だと思います緑の食料システム戦略の,あの、まあ、策定されたばかりですけれどもあのご紹介もあの中でご紹介させていただいているというところでございます右側に COP26 ってこれはあの気候変動の,です、ね、あの政府間パネルでありますけれどもこの中でもあの そういった持続可能な食料システムということに関するあの皆さんの注目がです、ね、集まるとともにこの中で,です、ね、真ん中の丸にございますようにあのメタンを減らしましょうというようなあのアメリカや EU が主導したあのグローバルメタンプレッジという,ようなものもございまして日本も含めあの多数の国があのそのイニシアチブに参画しているというようなことでございます。 次お願いします。はい、こちらあのえっ、ー、とま気候変動っていうようなこう大きなあれではないんですけれども、我が国今さらされているあの危機としてはですね、あの肥料価格の高騰が挙げられると思います。その肥料価格の高騰対策ってあのもう間もなくあの動き始めると思うんですけれども、えっ、ー、と実はその構造的なあの原因といいますか。 あの要は輸入、原料をです、ね、輸入に頼っているということが挙げられると思います。化学肥料の大きなあの主要産要素である NPK 窒素リン酸カリがです、ね、ほとんどがあの輸入に頼っていると右側にある塩化カリウムに至ってはそのロシア、ベラルーシというあの今回の,です、ね、あのウクライナの紛争の,あの影響も大きく受けるということで。 これからあの我が国のですね食料安全保障っていうのを考えたときにこの構造的な課題を解決していく必要があるんじゃないのかということがあの我々の大きな課題だと思っております。次お願いします。はいえっとこれがですねあの昨年5月に策定されました緑の食料システム戦略でございます一枚紙でまとめておりますのであのすごく。 あの字が小さくて恐縮でございますあの要は上に書いておりますようにその我が国農林水産業あの要はその生産者のですね減少や担い手の高齢化っていうような中でもその生産力を向上していかなきゃいけないという中で先ほどあのルールご紹介しましたその世界的にもその持続性を保っていく持続可能な食料システムを構築していくと。 これはやっぱり両立していくためには、あの、イノベーションが不可欠だというような考え方で、その目標とともに戦略をまとめたというものでございます。あの、真ん中あたりにですね、2050年まで目指す姿ということで、14個の KPI 掲げてございますけれども、いずれも非常にハードルが高いものでございます。これ実現するには、あの、一朝一夕でですね、できることではないので、その、 現在の立ち位置から2030年、2050年と、あの、それ、その時に誰が何をやるということも含めて、あの、詳しくですね、あの、ロードマップを設定して、進捗管理をしていくということ。で、それによって、まあ、下に書いてございますような、期待される効果を生みながら、あの、一番下に書いてございますように、この、えっと、欧米と違ったアジアモンスーンの あの気候の中で,の,です、ね、その持続可能な食料システムということで、まあ、特にアジア地域の,です、ね、あのルールメイキングにあの中、まあ、その中核的な役割を担っていきたいというようなあの、まあ、それによってまあ国際的にその環境負荷を低減するというあの取り組みを貢献していくということを目指しているところでございます次をお願いします。 こちら先ほどあのご紹介しましたので簡単に触れますけれども14個の KPI ございます。あのやっぱりこう皆さんの,あの注目をです、ね、一番集めたのがあの7番目にございます有機農業あの取り組み面積を25%に拡大と100万ヘクタールだということあのすごくあの新聞やまあまあネットも含めてですね取り上げられて。あの なんかですね、やっぱり土台無理だみたいな雰囲気を感じたんですけれども、論調からで,ですね。ですけど、私はあの、えっと、今、現状の皆様の,あの、なんて言うんでしょう、お考えの変化、まあ、SDGs の教育なども含めてですね、もあるし、あとは、これを実現するための技術開発っていうのを我々はの一生懸命進めてますし、事業者の皆様にもあの取り組んでもらってます。これがこう、相まっていけば、 あの必ずやこの有機農業の目標というものもあの達成されるまあそれ有機農業は当たり前の世界ができるというふうにあの私は考えています次お願いしますはい先ほどあの食料システムというお話をしましたけれどもまあ調達あの生産だけにこうとどまらずですね調達や加工流通消費っていうようなところまで さまざまな分野であの段階でですねイノベーションを起こしていくとまあそれをこう一気通貫であの管理していく食料システムを構築していくっていうことがこの戦略の大きな特徴だというふうに考えております次お願いしますあの冒頭のご挨拶にもございましたあの緑食料システム戦略はですねあの政府の政府全体の大きな方針に あの位置づけられていいいるというごご紹介でございますあの毎年あの6月から7月にかけてですね、あの策定されますあの骨太方針、あの正確にはあの経済財政運営と改革の基本方針ですけれども、こちらにあの緑の食料システムおよび緑の食料システム法についてあの触れられているというところがございます。加えて真ん中にございますあの岸田政権のですね、 あの重要というか最重要と言っていいかもしれませんあの政策である新しい資本主義それを実現していくための実行計画の中にも緑の食料システム戦略を進めるんだというようなあの記述がございます合わせてその下にございますような工程表にも緑の食料システム戦略どのように進めていくかということもあの位置づけられているということであの農林水産省が策定しただけではなくもう今や国全体でですね あの行政組織全体として進めていく、まあ、関係者のご協力を得ながらということになりますけれどもそういうものになってきているというふうにお考えいただければと思います次お願いしますここからがですねあの今日の,あの主題といいますか緑の食料システム法のご紹介でございます次お願いします緑の食料システム法あの えっと右上にですねあの正確な名称は書いてございます。今年あの今通常国会であの成立しまして、まあ、その成立の仕方もあの衆参両院ともにあの全会一致ということで、要は与党も野党もあのぜひ進めろというお声をいただいたんだと思っております。まあ、それで7月1日に施行されまして、あの今あの今日ですねご紹介といいますかご説明差し上げるあの下の あの、スキームの方をですね、あの、これからな中身をしっかり詰めていく段階にあるというところでございます。これは、あの、えっと、月曜日のですね、あの、熊本でのご説明の際にも申し上げたんですけど、このやっぱりあの、えっと、法律って、あの、まさにあの、なんて言うんでしょう、我々の国としての、ね、願いといいますか、国としてこれからの農林水産業、 がこううあってほししいいういと思を形にしたものだといいう,うに思っていますそういう意味では第一まあ大きく二部構成に分けた時に一部に当たります緑の食料システムに関する基本理念要はあの冒頭の挨拶に何度も触れましたあの関係者がこう連携をして重要なやっぱり技術の開発なども進めていきながらあのそして環境負荷低減した 農林水産物がこう円滑にかつその消費者に理解されてこう流通していくというような世界を目指すというあの基本理念をまとめたところであったりあとはその国や地方公共団体はもちろんのこと生産者や事業者かてはその消費者にあの消費していただくというその努力のところまで踏み込んで,ですね関係者の役割を明確化し加えて国が講ずべき施策と。 ということで、次のページでご紹介しますけれども、あの、国としてやるべきことを整理している部分が、まず第一部でございます。第二部が、今日、あの、これからご紹介します、えっと、基本方針、国が示す基本方針に基づいて、あの、2つの計画認定制度がですね、あの、動き、あの、動くことになります。で、左側が、 あの主には生産者の取り組み環境負荷低減の取り組みに対して計画認定とあのしあの要はそれをあの支える支援するあの支援措置を盛り込んだ部分が左側でこの真ん中にですねあの都道府県市町村が策定する基本計画というものが入ってきます。今日もあの都道府県の皆様にももご参加いいただいておりますけれども この基本計画の策定を急いでいただくというお願いをさまざまなチャンネルからですねさせていただいているのはこの生産者がこれから取り組もうとしているその環境負荷低減の取り組みこの計画をですね認定するにあたってあの県には基本計画を備えていただく必要がございますのでそれで急いでくれというようなお願いをしているところでございます。 で右側にあの移りますけれども、こちらは国が直接認,あの認定をするところでありまして、要はえっと生産者が環境負荷低減に取り組むという際に、それをこう支えるその技術をです、ね、提供する事業者を認定するものであります。事業者が例えばそのこういう機械、こういう資材あの、もしくはそのえっと黒字で書いてありますけれども、そのえっと、アザーサービスとして その新しい技術を提供する。あとはその流通を担う食品事業者の皆さん。こういった方々がその環境負荷低減取り組み生産者を支えるあの取り組みをやってきますという計画を挙げていただいて、それを国が認定します。それに対する支援措置というものがあのご準備させていただいているという大きく分けてですね、その、えっと、基本理念的なものを掲げたものと、あとはその実際に あの取り組みを支援するスキーム、この二つが、あのこの法律のポイントであります。次お願いします。すみません、あの長くなって恐縮です。で、だんだんスピードアップしていきますけれども。あのくが、国が講ずべき政策として、今八つほど、あの掲げてございます。まあ、関係者の理解を促進する。というような、あの当然のことながら、あの技術開発も、あのやってきます。その技術を普及していく。 こういったようなあの、当然のこともあるんですけれども、やっぱりあのこういった説明会などでもですね、一番言われるところはですね、あの国としてはそういうあの消費者に買ってもらうというところ、消費者に理解してもらうというところにあの一段の注力をしてほしいというようなことをよく言われます。まあ、我々もあのそ,そのためにですね、あのここに国が講ずべき施策ということで、 あの掲げておりますし、あのせっかくの農業者の努力が評価されずに変われないと意味がないということなので、そこはあのしっかり取り組んでいきたいというふうに思ってます。取り組み内容はこれからちょっとご紹介します。次お願いします。はい、あの法律の成立に先立ってですね、あの簡単簡単に先ほど申し上げたように、えー、令和3年度補正予算、令和4年度の当初予算で。 さまざまなあの農林水産業それぞれの,あの環境負荷低減の取り組みを支えるもしくはその緑の食料システム戦略の趣旨にこうあの沿ったですね取り組みを自治体や JA さんが進めるという時にそれをご支援する予算というものをあのご準備してございます。全部あのご紹介するののは時間がないのでできませんけれども何か あのご自身の取り組みの中でこういった支援がないかというようなところがあれば農政局もしくはあの本省までですねお問い合わせいただければというふうに思います。次お願いします。はい。これはですねあの法律とかあのー、と直接は関係しないんですけれどもそれに先駆けてお願いをしていたでかつ。 この取り組み自体はその先ほどもあのご紹介した交付金などでご支援できる取り組みなんですけれども要は今までその都道府県やあの JA さんがこ,うあのこの作物はこの地域ではこういうふうに作りましょうというその栽培ごよみのやり方をです、ね、少しなんかあの環境負荷を減らすという観点であの見直してみませんかという投げかけをです、ね、我々からさせていただいています。 でもいきなりです、ね、ゼロにしろとか半分にしろとかっていうんじゃなくてまずはあのいくつかですねそのハードルが低いと思われる取り組みまずはご自身がどれぐらい巻いてるかっていうのを把握をしてで他で使われてるあのいい技術っていうのをあの使ってみませんかっていうようなこうあのいくつか段階を踏んでですねあの取り組みを進めてみませんかというご紹介を差し上げています。 これであの我々もですねあの丁寧にご説明をさせてきたところですけれどもあのかなり多くのですねご賛同と取り組みが得られているという状況にございますあの非常にありがたいことだと思っています次お願いしますまたあのこうしたですねあのそれぞれの技術を点で示お示しするんではなくてその一気通貫で あの栽培体系としてお示しするというあの取り組みもあの本省の方で進めております。これはあの水塘でのあの有機農業をですね。あの取り組む際にあのこういった技術がありますよっていうようなあのまあ、有機農業だけじゃないかもしれませんけど、あの持続性の高い農法ということでご紹介しております。こういったあの今水塘ですけど、他の作物畑作も含めて果樹作も含めてあのいくつか こういうの体系をまとめてです、ね、ご紹介することで皆さんあのもうでに取り組んでいるところもあればあこんな技術もあるんだというところもあのお分かりになるようにですねご紹介しているところであります。これはあの農水省のホームページにぶら下がっておりますのでぜひ何かご機会があればおのお目通しいただければと思います。次お願いします、はい、こちらは、えっと、緑の食糧システム法と 同じタイミングで成立しましたあの植物防疫法の中でですねあの、植物防疫法の改正の中で、あのいわゆる総合防除ですね、いわゆるあの農薬をまくだけじゃなくて、その,その予防も含めて、あの予防の対策も含めてですね、行うその総合防除を推進する仕組みっていうものが、今回の改正であの構築されたと。 いいうごご紹介でございます、まあ、これまでもですね、IPM というような形で、さまざまな地域で工夫を凝らしながら取り組んでいただいたところでありますけれども、あのまた引き続きですね、その生物農薬の開発とかですねあの、国としてもどんどん進めていきたいというふうに考えております。次お願いします。はいこちらあの 実は農家さんにその緑の食料システム戦略のご紹介した時によく言われるのがですねいやあの環境負荷低減に取り組まなきゃいけないっていうそのなんかこう雰囲気とか流れとか国の方針とかっていうのは分かったけれどもじゃあ俺っちゃ何をやればいいんだと何から始めればいいんだというふうによく言われますその時にですね私ご紹介しているのがこの,あの技術カタログでございまして さまざまな品目のさまざまな芸能体系あの芸、ー、能類型に沿ってですね使われてるまあほとんどが主にもう今,今でも使われてる技術です。でご自身が使ってるものはそれはそれであの引き続き使っていただければと思うんですけどそうじゃないあの例えばホニャララ県の公設紙が開発したような技術で。 あの皆さん、実はあの存じ上げてないようなものもですね、あ,のあろうかと思います。ぜひ参考にいただいて、あのご自身でも入れてみたいというようなお声をあのいただければと、あのそういうあの実証などもです、ね、ご支援することが可能ですので、ぜひ前向きに取り組んあのご検討いただければと思います。次お願いします。はい。 あの先ほどあの冒頭の挨拶の中でも見える化という話がありましたあの左上にございますようにあのいわゆる観光のある地域の観光農法でいくとこれぐらいの CO2 が出るけれどもこういう取り組みをすることによってこれぐらい減らせますっていうようなです、ね、あの見える化のそのシートをあの、まあ、数,値数値というか取り組み入れれば出てくるようなです、ね、あのシートを作成して。で それをいかにどういうふうに見せるかっていうような、あのー、実証をですね今年度、あのー、進めようと思っています。えー、最初は、えっと、お米とトマトとキュウリでやろうとしています。あのー、そのなんかいくつかですねそのイメージがありますけれどもこのイメージ通りで消費者がこのなんていうんでしょう手に取って で、また買ってくれるっていうふうになっていくかっていうのをしっかり実証していくということが、あのこれから進めるところであります。で、下側のですね。あのバイオタンっていうのはあの急にポコンと話してますけど、これもあの今まではあの j クレジットっていうことでですね。あのえっと農地にこのバイオタンを入れることによって、あのそれが co。 固定したということでカウントされてですね、経済的価値にこう変換されるという仕組みでありますけれども、このバイオタンについても、あの、単なる一回、ぽっきり入れて終わりじゃなくてですね、継続的に投入できるような技術開発っていうのを、これは実は、あの、えっと、経済産業省の,あのお金を使ってですね、取り組もうとしているところであります。次お願いします。 大丈ですかね？22ページをお願いします。はい、えっと22ページ23ページはですね。アフノアプロジェクトっていうことで、あのー、こちらにも右下に書いてございます。けれども、現在154社や団体154のですね。会社や団体に入っていただいています。要はその持続可能な生産消費っていうものをこう進めるためにまあ。 国が旗を振るだけじゃなくて、まあ旗を振るんですけど国だ、国が言うだけじゃなくて、その、そのフードシステム、食料システムに関わる様々な方が、その,あのプラットフォームでご自身の取り組みを発信していただくと。で、それをいい取り組みはサステナーアワードっていう形で表彰をしたり、そういうあの様々ないい取り組みをあのみんなで発信し合う、一斉にこう情報発信をするサステナーウィークっていうような、 期間をを設けたりといいう,うなことを進めています次お願いしま,すまあそのうちですねあの企業の取り組みということでイオンあとはあの EC 大手のオイシックスラ・ラ・ダイチあとはあのあの無印良品の良品計画ということでそれぞれですねあの見栄えの悪いやつでも中身はおいしいですよとかですねそういうあの地道なと言いますか消費者の理解をこう得られる まあ得られるようにですね、あの取り組みを進めていただいているということで、我々も引き続きこういった活動はプレアまあプレアップしていきたいというふうに思っています。次お願いします。はい、あのまずですね、農水省海より始めようということで、あのえっと一番大きな食堂がですね、あの6月に海藻になりまして。 そこであの有機農産物ををた、ね、たくさん使ったメニューをあの提供しています前の第一食堂ってもう本当に古くて汚くてなんかおいしくなくてっていう,うなこうすごい何て言うんでしょう負のまあ負のイメージしかないんですけどこの明るくおいしくなった第一食堂は本当にあの農林水産省に来てここにここで食べてよかったなと思ってもらえるようなあの自慢のです、ね、食堂に生まれ変わったと思っています。 ぜひ、あの、農水省にですね、お越しの際には。第一食堂に足を運んでいただいて、この有機農産物の。あの、メニューをですね。あの、試してみたら、いただければ、ありがたいなと思います。次お願いします。はい。え、で、えっと、先ほど、あの、法律が二部構成にあると言いましたけれども、その二部構成の二部の方です。次お願いします。 今日ご紹介するのはですね、えっと、大きくは2つございまして、まず左側、このスキームですね、が、あのまず皆さんにご理解いただきたいなと思っています。あの先ほどあの少し前の緑の食料システム法の中でもご紹介しましたがあの、農業者の取り組みを認定する左側のスキームと、右側の事業者の取り組みを認定するスキームと、 2つございますで右側にです、ね、国の基本方針のイメージ書いてありますけれども、えっと、それぞれにこう、えっと、こう線がですね引いてあるようにこの大きくはこの認定スキームをどういうふうに動かす例えばあの農林漁業者の取り組みを、まあ、計画として出して都道府県に出してもらうんですけれどもその都道府県に出してもらうときに どういう内容を盛り込んでほしい。例えば、右側の事業者であれば、あの、どういった、その、なんか優れた技術。であるのかっていうのを、こういうふうに表現してほしい。そういう、なんていうんですかね、国として、このスキームを動かすにあたって。基本的な運用の考え方をまとめたのが、基本方針だというふうにお考えいただければと思います。そういう意味では、あの、左側のスキームの方をですね。あの、まず、あの、ご理解いただくのかなと。 というふうに考えておりまして次のページでございますけれども27ページはですねあの基本方針の,あの中身をですね1枚にまとめたものでございますでこれだと分かりにくいので後ほどちょっとあの少しページ飛びながらですねご紹介したいと思いますけれどもまず最初に第一というところでこの国の基本方針の中では あの我々がこ,うこの法律を運用してどういうことを目指しているっていうその目標にあたるところですねをお示ししています。えっと実はですね2024年までにその環境負荷の低減に取り組むモデルをですねモデル地区を50つりたいという目標を掲げています。これ何ででかといいうとです、ね、あの47都道府県であの1個ずつぐらい はあのモデル地区っていうのをあの作ってもらいたい、まあ、そうすればあの、まあ、1個以上作ってもらえばですね50に到達できるかなというふうに考えておりますあのでこの50の地区で何か、えっと、目に見えたあの効果が出るというよりはそれをこう横展開していくということで大体その5年後にの5年後に あの我々設定しましまたですね緑戦略の2030年目標っていうのがございます。そこの下にいくつか掲げてますけれどもこういったものを達成を目指すということであの2024年で終わりではなくて2030年の目標にもあのブリッジするような考え方をですねお示ししているところでございます。で次にですね、えっと、第とというところが あの農業者の取り組みの部分で第三がですねあの特定区域ということでその地域のモデル的な取り組みあの第一でご紹介しましたところになりますのでえっと四十ページに飛んでいただければと思いますすみませんあのたくさん飛んでもらってしょ申し訳ないですあの環境負荷低減事業活動農業者の取り組みってなんぞやというところなんですけれども。 あの法律の規定上はですねあの法の第2条第4項にございます青いところにこう書いてある、まあ、い,いわゆるその持続性の確保にするようなその環境負荷の低減の取り組みということなんですけれどもそれ,それだけじゃなかなかあのじゃあ実際何やればいいんじゃないということになりますので、えっと、3つほどあのこういうことですっていうふうに整理してますけど。 過去一は農林漁業者が行うっていう、まあ、それは当然ですよね。で、第2がですね、こう,こういうこと、まあ、いずれかって書いてありますあの、どれかをやっていただきたいっていうことなんですけど、まずは土作りと、あの天皇き方がちょっと分かりにくいんですけど、土作りプラス化学肥料や農薬の使用削減というのを、これを一体的にやっていただくという事業活動、まあ、いわゆるあのエコファーマーであったり、 あとは有機農業の取り組みなどもあの含んでいます。で、丸二番に、こちらはですね、あのまあ、政府全体での取り組みの一環ということもありますけれども、温室効果ガスの排出削減あの、分かりやすいところでいけば、あの重油ボイラーをヒーポンに変えたりとかですね、あとはあのメタンの排出を減らすための中干し期間を延長したり、あとは牛の月 まあ牛に限らないですけどねあの、えっと、いわゆるその半数動物のゲップを減らすための,その脂肪酸カルシウムをこう餌に混ぜるとかそういったようなあのいわゆる CO2 に限らず温室効果ガスを減らすという取り組みが「丸2番」に掲げてございます。でこういうものに整理できないあ整理できないというかあの、えっと、簡単に ①「1丸2っていうふうに整理できないものとして例えば水耕栽培 が挙げられます一、えっと、番目にあるその土作りとかに該当しないんですけどその水耕栽培あっても化学肥料や農薬を減らすですとかこういったようなあの取り組みもです、ね、あの環境負荷低減事業活動として我々位置づけたいと思ってまして、えっと、基本方針そのもののパブリックコメントと同時並行でこのえっと5つのです、ね、取り組みについてもパブリックコメントをかけているという状況にございます。 で最後の括弧3番ですけれどもこれは何、えっと、でこんなこと書いてるかっていう持続こ,のここでいう持続性っていうのはですね要は、えっと、環境負荷を照らす減らすための取り組みっていうのにこう新たに取り組んだとしてでそこでコスト高になってその要は、えっと、収支があのマイナスになってしまう赤字になってしまうようではそれは持続的とは言えないとつまりその経営の持続性っていう意味であの そこが担保されないような取り組みじゃないですよねっていうことを確認するという部分がこのカッコ3番であります。これがまさに環境負荷低減事業活動の内容になります。こういう計画をまとめていただいて我々が、あの、あえっと、都道府県ですね。都道府県に申請いただいて認定を受けてもらうということになります。で、次に42ページになります。 42ページは、ですねこれはあの、えっと、さらに、えっと、先ほどの環境負荷低減事業活動にこう、まあ、上乗せ的というかもうさらにちょっとあのレベルが高い取り組みということであの我々あの、別途、あの特定環境,事業環境負荷低減事業活動と呼んでおりますけれどもこれ何かというと、えっと、地域でまとまったです、ね、取り組みをあの計画認定する。 いうものでございましてあの先にちょっとあの右側の,です、ね、あの活動累計の方にあの触れたいと思います。これはえっと地域でまとまりを持って取り組むことがえっとその方がやりやすいもしくは取り組むことによって地域まとまって取り組むことによって効果があのさらにあの高くなるうようなものを挙げています。例えば あの有機農業の取り組みをするにあたってもその観光農家との間でこうあのバラバラとあの入りんになってですね取り組むのではなくてその団地を形成していただくというようなことも一つ考えられます。加えてその排熱その他の,あの地域活動って書いてありますけれどもあの例えばその工場から出る排熱を使ってもしくはその排 CO2 を使ってハウス生,ハウス生産を ハウスでの生産を行うというようなときに、これも地域の資源として考えれば、もっとたくさんのですね農家さんでそういうあの地域資源の活用というものに取り組んでいただく方が効果が高いというような取り組み。こうやって丸3番は、これもちょっと,あのえっと右側にこう写真がですねイメージ湧きにくいのであの書いてありますけれども、一家に1台ドローン買うんではなくて、じゃあ地域でみんなでドローン使いましょうと。 でそれによって例えばピンポイント農薬散布とかあとはリモートセンシングなどに活用しましょうとなったときに一日中いろんな農家さんの,上あの,農家さんの田んぼの上をです、ね、飛び回るってなるとバッテリーも大量に使います。でそのバッテリーをじゃあその集中してこう充電しでその供給すると。要はあの ドローンがこうなんていうんですかピットインするみたいな感じですねあのそういう場所をこう確保するために例えばその地域であの補助金を使って整備した収縮貨場のですね一部を使うとかそういうまあそういうなんかこう、まあ、それもまだ地域のまとまりを持って取り組むような内容だと思います。こういったようなですねあの取り組みを我々特定環境負荷低減事業活動というふうに位置づけて これもあの都道府県にです、ね、認定をいただくというスキームを考えてございます。次に、えっとですね、えー、また元に戻っていただくんですけど、37ページになります。はい、あの飛んで飛んでばっかりで恐縮です、あのー。あ、じゃあ、そうですね。37ページはですね、 えっとこれは都道府県に作っていただく。先ほどご紹介した二つは農業者にか作っていただくところですけれども、えっと県に作っていただく基本計画のイメージというのはこういう感じですというご紹介であります。都道府県のみなあのこれまであのたくさんの都道府県の皆様にもあの我々こうあのレッですねあのごご説明 や意見交換の場を設けてあのご紹介差し上げてきたところでありますが、基本的にはあのこのために一から計画を作っていただく必要はないと思っています。もうすでにどの県にもですね、あの非常にこう立派なあの有機農業の推進計画であったり、あのエコファーマーのその技術導入指針であったり、あとはまあ温帯法のあの取り組みですね実行計画など。 いわゆるその環境負荷低減、まあ、農林水産分野の環境負荷低減にあの該当する内容がです、ね、含まれていると思っています。あな何回か飛んでますけどあの大丈夫です。どのページでも同じようなこと書いてますので,で、えっと、それをあの元の既存の計画をです、ね、目標も含めてあのそのまま使っていただくと。あの 次のページせっかくなんであの38ページ見ていただきますと,、えっとこれは法定されているその基本計画に盛り込むべき内容が6つほど掲げています。でこれそれぞれに該当する目標であったり取り組み内容であったりっていうのが既存の計画に入っていればそれをそのままあのこの部分ですっていうふうにあの引いてもらうとですねそれがそのまま使えると。 ということでせっかくなので39ページも少しちらっと出ましたけど39ページに移ってそうですねえっと要は左側にある丸1番のところであの 6, 6個のこのあれですね法定されている基本計画に盛り込む内容を書いていただいてじゃあ既存計画のどこに書いてありますっていうのをえっと足していただきます足していただきますというかあのそれ整理していただきますでこれでもあの えっと、プラス、えっと、丸2ってなってるのが、えっと、いわゆる元、元のですね、あの、計画やビジョンや方針がきっついて、で、これで基本形 OK です。で、先ほど申し上げた、その特定区域の取り組みっていうのを盛り込む場合は、この、えっと、カッコで大きくくっている丸3番がついてくるということで、あの、 我々もその都道府県や市町村の行政コストっていうのを、あの、行政負担をですね、あの、かけたいっていう思いで、この法律も運用してるわけではないので、できるだけ、あの、せっかく今まで作ったものを有効活用していただくということを目指したいと思っています。なので、こういったようなやり方を考えておりまして、まあ、とはいえ、あの、いろいろ、あの、これでええんかとか、これ使えるんかとか、 いろんなご相談あろうあの、お悩みあろうかと思いますのであの、農政局か、もしくはもう本省直接でも結構です、すでにあのやり取りされたところであればあの、担当決まってますので、そちらにご相談をいただければというふうに思います。あのできるだけあの迅速にですね、お答えできるように対応したいというふうに思ってございます。次にですね、えっと、また元に戻って、元というか、先に進んでいただきます。今度は 44ページになりますすみません、だいたい今45分ぐらいあるんで、もうあともう,もう少しです。えっとですね、これはあの、えっと、事業者の計画になります。事業者の計画って何ぞやということで、まああ,のえっと、あんまりこうイメージが湧きにくいかもしれないんですが、えっと、左側にですね、 基盤確立事業とはっていうふうに書いてある横側に、えっと、かこかこの中に丸1からままであの整理してあります要はあのこの基本的な考え方は農業者が環境負荷低減に取り組むために必要となるその技術であったり資材であったり機械であったりっていうものを提供してくれる。 農業者は取り組みやすくなるようなあの技術であったり機械であったり資材であったりっていうものを提供いただくということでさまざまなメーカーがここに該当するというふうに考えております。でえっと一番から丸六番まであの整理してございますあのこちらもですね あの、おそらくどれかに該当すると思います。あの、特に機械メーカーであったら、自分たちが作ってる。この機械がこの環境負荷低減にまあ、生産者もですね。環境負荷低減にこう使えると思うんだけど、っていうようなものがあればですね。どんどんあの？農政局もしくは本省の方にあのご相談いただければ我々あの。 もう手取り足取りり足ですねあのアドバイスさせていただきますしご相談に乗らせていただきたいと思っておりますのでぜひあのご相談いただければと思いますただあの後ほどですね支援措置についてはまとめてご紹介しますのであのまずはこういうあの事業者を認定する事業者の取り組みを認定するスキームがあるんだということだけご理解いただければと思いますそれで、えっと、27ページまでまた戻っていただいてですねすいません えっと、今ですねあの第2第3で、えっと、農業者の取り組み第3がまとまった地域でまとまった取り組みで第4があの都道府県市町村がまとめていただくその基本計画で5番目にその基盤確立事業ということで事業者の取り組み、まあ、それぞれのです、ねえっと、国が認定したり都道府県が認定するにあたっての,その基本的な考え方を この基本方針の案としてお示ししていまして、これをえっとパブリックコメントにかけているというところでございます。8月の9日までということで、来週の火曜日までですね、あのご意見等あれば、ぜひよろしくお寄せいただければと思います。で、ここからはですね、あのえっと、28ページからになりますけれども、 これら、あの計画を作って認定を受けるのはいいんだけど、じゃあ、それにどんなメリット措置があるんじゃいという、まあ、メリット措置というかあの、その取り組みを進めるために、われわれはどういう支援をしようとしているかというところでございます。28ページを開きいただきますと、はい、まずあの税制のご紹介であります。税制はですね、あの基本的には特別消却であります。 でこれはの、えっと、生産者と事業者それぞれ2つござあの,2つの,あのご支援する内容がございまして、えっと、簡単に言いますと生産者の方は、えっと、環境負荷の低減そこに書いてありますように化学農薬や化学肥料を減らすような機械であったりあの設備を あの導入する際に特別焼却が使えるというものであります。併せてそれをこうそういったなんかですねその生産あの化学農薬や化学肥料を減らすような生産を支えるあの設備として設備というか機械も含めてですけど例えば船とかのですねあの、まあ、周辺も周辺環境の除草の機であったりあとは何て言うんでしょう えっと、どうしてもその化学農薬や化学肥料を減らすことによって発生する害虫などでこう被害を受けるです、ねあのまあ、色がついたお米をはじく色彩選別機であったりっていうようなそういったものもあの対象になっています。で、えっとまあ、いくつか条件があるんですけれどもあのそれはあのちょっと今射証しますけど大きく分けて右側のです、ね、事業者向けというところこちらは、えっと。 これも分かりやすくてですね、あこれわかりやすくてというかあの単純で化学農薬や化学肥料に代替するものを作る機械や設備を対象にします。要は化学肥料の代替っていうときに、まあまずあの良質な堆肥っていうものをイメージしますけど、まあ堆肥の原料がまあ牛の糞だったりあの他のあの家畜の糞だったりっていうのありますけど。 あとは、右側にあのバイオコンポスターと書いてありますが、食品残差を堆肥にするようなものも対象にします。要は、えっと、化学肥料の代わりに堆肥を使う、そのを作る業者さんが製造設備の導入にあたって、あの、を投資するその施設であったり、機械の税制でありますで。次のページをお願いします。その特別商却って、 皆さんご案内だと思いますけれども、あの要は、えっと、機械であれば32%分、えっと、施設であれば、あの建物であれば、えっと、16%分を前倒して焼却するということになりますので、その分、法人税やあの所得税のです、ね、減免になると、減免というか、あ,の、まあ、あれですね、あの負担軽減になるというところでございます。 まあ、ぜひあのご活用いただきたいと思っておりますが、えっと、30ページにですねあのこれまたちょっと注意書きというかあの釘を刺さなきゃいけないところであるんですけれどもあの30ページを開きいただければと思いますあのこれがですねあの口酸っぱくあのさっきあの都道府県にも基本計画を早く作ってねっていう話をしたことにもつながるんですがえっと まず実施計画これ実施計画ってその農業者の計画と事業者の計画両方を指しますけれども、えっと、認定を受けた後に取得していただく必要がありますとで加えてその、えっと、右側に点線引いてありますけど税制って2年なので令和四年にされたものあ令和3年に獲得したんですけど令和4年から令和6年つまり令和4年令和5年度末まで。 しか使えません。なので、えっと、計画認定されて、その後取得、で、その取得も、令和6年3月31日までにしてもらったものしか対象になり得ません。で、下に書いてあります、対象とならないっていうところに、実施計画が認定される前に取得しちゃいました。これはまあ、ダメですね。で、実施計画が認定されたんだけども、 その機械やあの建物の取得が令和6年の3月31日以降つまり4月一日になっちゃいましたとなった場合もこれも税制の対象になりませんということなのでこの実施計画ってあの先ほど何度か申し上げましたけどあの例えば生産者であれば県が事業者であれば国が認定するんですが。 その認定のタイミングとその取得あとはその税制の,あの締め切りのタイミングがあるのでできるだけその県の基本計画は早くに策定いただくとでそれに基づいて農業者が実施計画を申請して認定を受けてでそこから機械や施設を取得して。 でそれが6月31あ6年の平和6年の3月31日までじゃないといかんということなのでできるだけあの県の皆様には基本計画の策定を急いでくださいというお願いをしております。はいで、えっと、31ページがですね、えっと、こちらあの、えっと、税制の次にありますあの金融措置ということで。あの これまでもですねあの農業者の皆様やあの林業者漁業者職員事業者それぞれにあのいわゆる農業改良資金とか畜産系環境整備の,あの推進資金とかいろいろこうあの資金の貸し付けっていうのがあったんですけどそれの償還期間をですね延長するっていうようなあの今回の,あの特例措置っていうのが法律に盛り込まれています。 加えて、その一番下にですね、対象の新規追加っていうところがございますけれども、農林というよりは、あの、中小、あの、えっと、日本政策金融公庫の中では、その中小部門とかっていうのがあるんですけども、その中小部門で取れた、あの、新たなあの支援でございまして、先ほど申し上げたように、そのあの、えっと、農業者が環境負荷低減に取り組みやすくなる、えっと、機械や、 あの資材を提供する業者さんにその機械や資材を作るあの例えばあのたくさん作るというような時にはその資金需要があの発生するわけですねそれに対しての,の貸し付けということで新事業活動促進資金ってあのこれあのえっと基盤確立事業の認定を受けますと特に2っていうことで基準金利のマイナス0.65%。 の,あの優遇とと金利はです、ね、受けられるということでございます、まあ、これもあの資金需要にです、ね、大いに活用いただきたいなというふうに考えておりますけれどもここでちょっと注意が必要なのはこの金融措置はあのすべからくあの日本政策金融公庫の審査に基づきますので国が計画を認定したからあのこの資金が直ちに使えるようになるという意味ではありません。 使えるあの、まあ、なんていうんの,あのチャンスが生まれたというふうに考えていただければと思います。次、お願いします。はい、これがですね、えっと、税制と金融あの、まとめたものでございます。あの農業者やそれあの、下でいけば機械メーカーなども含めてですねあの、これだったら使えますよというようなものをですね、あの整理してございます。 でえっと、33ページ、次のページ以降がですね、これはの農林漁業者向けということで、えっと、これ、あの我々逆引きってよく呼んでますけど、こういうことをやりたいというときに、こんなものを使いますよっていう、あのご自身が何をやるかということに合わせてあの、その支援策が分かるというようなものでございます。 33ページが農林漁業者向けで34ページがですねえっとこちらの事業者向けということであのよくあのあれされるのがですね誤解され誤解というかあのまあ、よく指摘されるのがですね真ん中にあの青いところありますけど機械メーカーにしてみればそのえっといわゆる税制ってあの 直で当たらないよねと。それはそうですね。その化学農薬や化学肥料を代替するものを作らなきゃいけないので、事業者の税制としては使えませんということになっちゃうんですけど、えっと、先ほど申し上げたように、えっと、農林漁業者が環境負荷低減に取り組みやすくなる機会は、農林漁業者の税制特例になるわけです。農業者が使おうと思えば、それが使えるようになるという意味では、その機会をですね、 あの世の中に出していくあの農林漁業者にこうセールスしていく、まあ、その時にこの軽減措置の,あのあ、まあ、存在っていうのをうまくその商品の PR にも使っていただきたいというふうに考えておりますぜひですねあの、まあ、これはあの例えばその対象になってますよっていうようなことをぜひあのおっしゃっていただいて あの生産者にあのまあ良い判断をしていただくというようなものに使っていただければいいのかなと思います。で35ページがですねこれはあの今まで触れてなかったんですけれどもこれも有機農業に特化したあの法律上の措置でありますけれども有機農業を促進するためにその栽培管理の協定をですね 結ぶことができるっていうようなあの規定を設けています。あとはまあその,あの協定に何を盛り込むかっていうようなことも法律上規定しています。あのこれもですね要は今までよく揉め事が起こっていたその有機農業者の皆様やその観光農業者の皆様が取り込みやすくするあの有機農業に特に取り組みやすくするための 協定を結ぶ,、まあ、結ぶことができるということででこの結んだ協定は例えばその有機農業者さんがあの、まあ、不幸にもといいますかあの残念ながらリタイアされるというような時もこの協定区域の中ではあの引き続きその有機農業にあの協定がですね維持される継承されるっていうことになりますのであのこの地域に あの例えば有機農業を取り組みたいというような新規就農者の方がいらっしゃった時もこの協定で有機農業者のエリアというふうにされているところではあの引き続き有機農業に取り組みやすくなっているという意味であの、まあ、別にあの観光農業にとってそんなにメリットがないかっていうと、まあ、有機農業だけではなくてあの安心してあのドリフトなども気にせずに取り組むことができるという意味ではお互いにメリットになるのかなと。 いうふうに考えております。で、次のページが最後になりますけれども、あのー、36ページですが、はい。えっと今後のスケジュールになります。え、今ご説明しているのがですね7月と9月の間、まさにあの基本方針やと触れましたあの告示のですねパブコメかけている途中でございます。 で、あの審議会にですね、諮問って書いてありますけど、えっと諮問自体はもうあのすでに行ってまして、で一回あのえっと審議会の下部の委員会でですね、ご審議をいただいて、で答申をあのまあ、8月中にですねいただければということで今手続きを進めております。パブリックコメントの内容なども踏まえて、あの基本方針や告示を整えまして9月 に、その丸3番って書いてありますが、国の基本方針を公表したいということで、ま9月の半ばぐらいにあの目指したいなと思っています。まあ、これとですね。あの基本方針だけを出すんじゃなくて、さっきあのいろいろこう。あのえっと認定のスキームいろいろあるっていう話をさせていただきましたけど、まあ、大きく分ければ生産者と事業者あの特にその生産者の方はですね。都道府県に認定いただくので。 そういうあの事務処理の要領であったり、あのその実際にこう申請いただく様式であったりとかですね。様々、そのわからないことを整理したガイドラインなども含めたあの公表という形に何度かあの一生懸命今準備を進めているところであります。今日いただいたご意見などもですね。あの、こうしたあの何て言うんでしょう。この基本方針の公表に沿ってで。 あの出されるようなものにもですね反映していきたいというふうに思っていますでその国の基本方針ができましたら公表されましたらあの次はあの自治体のですね基本計画作成開始ってなってますけどもすでにもうあの取り組まれているあの自治体が都道府県がですねほとんどという状況だというふうに考えています、まあ、基本計画をできるだけ早くにあの策定いただいてで丸5番である生産者の認定 というところに進んでいただきたいというふうに考えています。で、丸四番のその事業者の方はですね、今も、あの、事業者及びその事業者の団体などへのご説明であったり、ご相談、個別のご相談に対応させていただいているということで、基本方針のですね、あの、公表と、あの、そんなに間を置かずに、事業者の認定も差し上げて、こういう技術が使えますよっていうのを、 広く農業者の皆さんにもお示ししていきたいというふうに考えてございます。はい、私からはですね。あの主だったご説明は以上でございまして、あの47ページ以降にですね。これはあのあの中身詳しくは触れませんが。あの？鹿児島県あの南種子町のですね。取り組みも含めて47ページです。だいぶ飛びます。出ません。 あいそうですね49ページになりますけどもあの今ご紹介したのはあのこれはあの緑の食料システム戦略推進交付金ってあの各都道府県や市町村の皆さんがご活用いただくあの交付金をですね活用してあの新たに有機農業に取り組もうその有機農業で生産されたものを学校給食に使うもしくはその直売所で売る まあその売り方も今までとは違ったその,その消費者のマインドを変えていくというような新しい取り組みに対して我々この交付金でご支援しているところなんですけれどもこの,あの地元の,あの九州の中でもですねあの南種町の取り組みをご紹介させていただいています。これあのえっと実はここに今お示ししている資料の中には3つしかあのご紹介してないんですけれども。 農林水産省のホームページにはあの交付金のきょ、ね、の,今日の、えっと、ベッつけている QR コードで見られる資料の中にもあの交付金の活用事例集ということでお示しをしています。あのぜひあのあ、この地域ではこんなことやってるんだとあうちもこんなことやってみようかなというようなことの、まあ、ご参考までにです、ね、ぜひあのお目通しいただければというふうに思っております。 はい、長くなりましたけれども、私からのご説明は以上となります。あのー、ご質問、あのご意見あの、たくさんいただければちょうあの幸いでございます。よろしくお願いいたします。